今の話に通じていくと思うんですけど、あの金が回らなければうまくいかないから金を回せばいいっていう理論はもう明らかなのに、それをやらない今の政権がそれをできないのかやらないのかの原因はどこにあると考えていらっしゃるでしょう。ありがとうございます。れいわ新選組代表山本太郎と申します。先ほど見ていただいた通り2020年度の国債発行、これだけ見ても112兆円です。で、国はどうなりましたか？破綻してますか？破綻しません。で、ハイパーインフレになってますか？なってません。つまり何かっつったら、その程度の通貨発行で国が壊れるわけないんですよ。全然楽勝なんですよ。1年間の予算に毎年100兆円ぐらいの、通貨発行を行ったとして、足りてないところにお金入れたとしても、この国は景気が良くなるだけなんです。逆に言ったら、それでインフレが進むっていうんだったら、間引くための徴税すればいいだけなんですね。金持ちから、儲かってるところから、それだけのこと。世の中に回ってるお金を増やしたり減らしたり、バランス取るっていうことをやるのが国の仕事でしょって。で、そういうことができる、つまりは実際にもやってるし、そういうことは事実上できるんだってことをなぜ分かってないのか、それとも分かってるけどやらないのか、どっちなんだって話ですね。なかなかこの原因というものが何なのかってことは、答えるのが難しいです。なぜならば、私がその一味だったわけじゃないから、理由が分からないってことですね。ただし2つは推測ができると。1つは、借金イコール悪っていう、そういう概念が刷り込まれてる、完全に財務省の中やその国会議員の中にも。で、実際にこういうやり方ができるんだってことを分かってる国会議員でさえも、それを積極的には言わない。どうしてかって言ったら、説明するのがややこしすぎるから。お前この間までなんや、みんなから集めた税金をどう使うかってことを考えるのが政治ですみたいなこと言ってただろうって、プライマリーバランス黒字化にしていかなきゃダメだってお前この間言ってたのに、なんだよって、もうプライマリーバランスお前なくていいみたいな話になってんのかって、みたいなこと、これまで自分が言ってきたことの整合性みたいなものを問われたときに、ちゃんとそれを有権者一人一人に説明していけるだけのエネルギーあるかって言ったらないんですよ。ということで説明しない人たちもいる。もう説明がつきやすい。これ以上国の借金増やしたらまずいですよね、そりゃそうですよ、いくらでも借金していいなんてありえない話じゃないですか、の方が簡単ですもんね。説明としては一番短く済む。いくらでも借金していいなんて一言も言ってませんよ。これまで必ず説明してる。上限はあるよって、おとぎ話じゃないからねって、この国の供給能力というものを見ていかなきゃいけないんだよ。つまりはそれを見れるインフレ率、あまりにもインフレが行き過ぎるようなところまでお金を吸ってお金を継ぎ足したらまずい、それをちゃんと間引いていかなきゃいけないんだよってことを言い続けてるのに、いくらでもあいつらは金すれるっつってる、むちゃくちゃだって、そりゃそうだろうって、そんなのいくらでも金すれるなんて言ってるやついたらむちゃくちゃですよ。でもそうは言ってないのに、そっちの方向に行っちゃう人たちもいるってことです。で、話戻ると、積極財政、国がお金を作れます、1年間の予算プラス100兆円ぐらいのお金を今出していかないとまずいに決まってんだろうっていう当たり前の話、ここに対して乗れないと言ってる人たちは、そもそも借金イコール悪ってところ、そこに縛られちゃってる。1000兆円の国の借金と呼ばれるものは、過去に国が社会に1000兆円のお金を供給したという足跡でしかないってことを理解してないってことです。1000兆円の借金悪だったら、みんなから回収しようぜ、みんなからお金回収して1000兆円の借金全部返したら世の中に流通するお金なくなりますよね、という現実を分かってないってこと。政府は借金という形をとって社会にお金を供給している、それだけのことなんだよ。それが政府の借金なんだっていう基本を理解せずに、借金イコール悪って思い込んでる人たちも大勢いらっしゃるってことです。で、もう一つは何か、二つあるって言ったけど、もう一つは何かって言ったら、皆さんの生活を楽にするぐらいのことを国はできますよ。当然25年不況を作ったんだから、その逆だって作れるぐらいの主体が国家です。日本にはその力がまだある。でもそれをやっちゃうと都合が悪いってことです。目の前の生活だけで精一杯、政治にも期待しないし、自分の人生だけを生きる、目の前のことだけっていう人たちが 50% 近くいるってことです。その人たちに目を覚まされたら困るんですよ。世の中ひっくり返っちゃうもん。もっと素晴らしい世の中になっちゃったら何するかって言ったら、私がこの国を良くするためにこう思うんですみたいな人たちがうじゃうじゃ出てきたら鬱陶しいでしょ。資本家側がいい思いをし続けるっていう社会崩れちゃうじゃないですか。
50% の人間たちに眠っといてほしいんですよ。目の前のことで必死っていう人生を送り続けてほしいんですよ。そこに気づきを与えるような休息、人生を安定させるようなことにわざわざお金出すかって言ったら、そんな思いやりあるわけないんですね。どっちかって言ったら資本可能だと思いますけど、そっちはだって圧倒的多数派は庶民の方ですから、人々の方だから、自分たちに権力があるってことにさえ気づかれてしまえば、自分たちがコントロールする社会はなくなってしまいますよね。消費税収の 73% が法人税減税の穴埋めに使われているっていう事実、消費税一つ取ってもこんな無茶苦茶なことやってんのに、それ以上に数十年かかって自分たちが好きな社会作ってきたものをわざわざ崩しに行くかって言ったら、崩しに行かないでしょうね。この2つじゃないかな、理由はと思います。宗教のように信じ続けている借金イコール悪を、そしてもう一つはみんなに目覚めてもらったら困る、そういうようなことで積極財政というものは行われても皆さんの手元に届かないようなことで終わらされているのかなっていうふうに思います。すいません、話長くなっちゃって。